下津家薬師寺回廊下津家薬師寺跡は、栃木県下津家市にある古代寺院跡、国の史跡に指定されている。寺院名称は、薬師寺であったが、旧国名を冠して、下津家薬師寺と記載されることが多く、本校でも、下津家薬師寺と表記して解説する。栃木県南部、絹川右岸に広がる広大な平野上に位置し、 奈良時代に正式に葬儀を認める会談が設けられていたことで知られる。当時、会談は当時の他に奈良の東大寺と畜紫の関世音寺にしか設けられておらず、これらは三階段と総称された。その他、道教が宇佐八幡宮神託事件の後当時に左遷されたことでも知られる寺院である。下津家薬師寺は衰退と中高を繰り返しており、現在は 初期人跡の発掘調査が進んでいる。また、跡地には暗黒寺が設けられ、下津家薬師寺の宝刀を現在に伝えている。薬師如来を信仰する薬師信仰は中国では頓庫、また朝鮮半島では白木で見られる。日本には飛鳥時代までに伝来したと考えられている。日本で薬師信仰が盛んになったのは聖徳太子が 陽明天皇の病気地位を祈って、薬師如来像を増留して、以来、天武天皇9年11月に、天武天皇が皇后の病の地位を願って、山和国に薬師寺を建立してからのことである。下付家の文字が六国史に品質するようになるのも、この頃からで、山和国の薬師寺建立発願より4年後の、天武天皇13年11月。 日本全国の五十二子が天武天皇より阿孫を指定され、下付家国造家である下付の君も、大宮君や大野君、上付の君、中富の連、石川神や桜井神等と共に阿孫生を賜っている。その数年後、以内3月、同3年4月、同4年8月には帰化した白木人が下付の国に不伝を受けて居住し始めたと記録されており、 創建に関わったとされる自家公子下野小丸の名も同年10月の上に登場する。下野家薬師寺が混流されたのも、この天武天皇から自等天皇の身与と考えられており、類寿三大閣には天武天皇所混流地とあり、俗日本語記には下野国こと薬師寺社天武天皇所混流地なりと見える。また、下野市では、 下津家薬師寺は7世紀末に下津家の小丸が建てた寺と考えられるとしている。現在でも薬師寺と名付けられた寺はすべて天皇の遺行によって建てられた寺ばかりであることから、下津家薬師寺も奈良時代以前に当時の日本の中央政府の権力者が建立した寺とされる。発掘調査の結果、出土した河原が、 大和川原寺系の八王副弁連芸文の野木丸河原と十古門県平河原とであることから、七世紀末の天武朝の創建であると推定されている。三階段としての流星、俗に本記によると、天平商法元年7月13日、全国所持根伝次元が定められた折には、奈良の法隆寺や四天王寺、新薬史寺、筑紫の関税恩寺などと並んで五百兆とされた。 なお、大安寺、薬師寺、幸福寺、北家寺、国分金光明寺は四千丁、元号寺は二千丁だった。奈良時代には、僧侶に改律を授けて、正式な僧侶の資格証明書である旅帳を授ける、階段が設けられた。当時は、東国の僧侶を担当し、中央階段階段院と西階段に対して、東階段とも呼ばれた。 これらは本朝三階段と総称され、国内の僧侶を統制した。法規元年、中央政界で権力を振るった道教が、聖徳天皇の死により左遷され、当時の増寺別当となった。このように当時は特別な役割を担う漢字であったと考えられている。道教は772年に、当地で没し、辰を記事に墓が伝わっている。衰退平安時代に入ると、 日山での階段設置とともに、階段の需要は薄れ、次第に衰退していく。その理由として、当時は階段によって存続していて、特定の教団を持っていなかったため、戒立形視の流れに逆らいなかったと考えられている。それでも、日本三大実録によると、874年5月18日から3日間の間、60名の層が、 平安京市神殿において、大般若教のつて読みを行ったが、その近似に王教七十一部をごき七度各国に一部ずつ配布したほか、当時には多在府館全恩寺及び部前国未六寺と並び、各国配布文とは別の一部が配置されており、東国における当時の位置づけの高さが伺われる。中高とその後、暗黒寺六角堂、薬師寺の階段跡と伝わる場所に立つ。 辰ツ記事、薬師寺の別院。鎌倉時代、研究4年には、源の頼朝により、偶僧三口が寄せられたほか、鎌倉幕府からの積極的な講演が伺われている。その後、地毛商人が階段を再高。当時は、戒律、新言の道場として流星し、寺の前には、門前市も形成されたという。室町時代、室町幕府は全州への帰依が厚くした。 戒律、新言による当時は、新たな被護者を求め、足利高氏、忠義が、全国に、安国寺都市商島を建てるという意向を入れ、略王二年に、安国寺と改名した。ただし、一般的にはその後も、近世まで、下津契約支持と呼称されていた。戦国時代、後北条氏という北谷氏による戦火に巻き込まれて、同具は消失し、以後異様を取り戻すことはなくなる。 近世諸島には、薬師寺不動院の流れを引くと言われる安国寺が、旧河蘭内に再建され、佐竹氏から寺領十国を寄進された。また、薬師寺寺造院の流れを引くと言われる達尾寺は、佐竹氏から寺領二十国を寄進された。両寺は、天那元年から教法四年にかけて、薬師寺の政党を争う訴訟を起こしている。議論の末、天保九年、安国寺は、 階段、達夫記事は、岩人墓所を守護するという合意に達し現在に至っている。なお、この過程で、薬師寺演技、自毛承認行上記が書かれ、薬師寺の実席を現在に伝えている。発掘調査の結果明らかとなった地域は、東西約250メートル、南北約330メートルである。ガラン配置は1等3近道で、ガラン中央2等。 そしてその北に、規格の違う、東西近道が確認され、回廊北に中近道が取り付く配置である。一等三近道の例としては、アスカデラが挙げられるが、同等の配置は異なっている。なお、昭和40年代の発掘調査の時点では、画覧の中央に近道、その北東に、東、北西に階段が想定されていた。また中近道の北には、道があり、 さらにその北には、僧帽があったことが確認されている。さらにガラン東には、ガラン内の塔が消失した後に改めて建てられた塔があったことが確認された。所在地付属施設交通アクセス周辺。ありがとうございます。